はい、おはようございます。田先生のランジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。今日も生誕さん生態のですね、効果実証済みのコンテンツをですね、新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、この頸椎ヘルニアで脳裏なんですね、で、手のしびれがある人のその緩和する方法ですね、その話をしたいと思います。はい、このですね、症状なんですけども、デスクワークをしててですね、どうしてもやっぱりあのデスクワークしてですね、下向くことが多いんですね。下をこう向くことが多いっていう作業とか、上を向く人も中にいてるかもしれないですね。上向きすぎて首が痛くなったりするのもあるんですけど、これ職業病でですね、僕もあのサラリーマンの時にですね、あの配管というかですね、パイプをですね、工場の A 地点から C 地点まで約まあ3キロ4キロあるんですけど、それをですね追いかけてまして、もう帰ってきた瞬間首がもうすごい痛かったことあったんですよ。でこれほってたら頸椎のヘルニアになるんちゃうかなって、その素人感覚でそう思ったぐらい痛かった時もあったし、今回そのデスクワークで下を向きすぎているっていう方のですね、このここの痛みですね、頸椎ので、そっからちょっとあまりにも痛くてしびれが出てきたっていうことだったんで、病院に行ったら頸椎の椎間板がちょっと、といえばちょっとこう何ですか、椎間板が狭くなってるって言われたのか、ちょっとそんな感じのこと言われたみたいなんですね。でそれでですね、神経が圧迫して手がしびれるっていうお話はあって、であの手術とかなるとですね、どうしてもやっぱりあのお医者さんはやっぱり手術を勧めるじゃないですか。でなお切ってそこを緩和して、緩和って言って緩和じゃないな、手術してそこを言えば直して、いわば感知させてそのしびれを取ろうっていう、そのいわば手術メスを入れるっていうことですよね。それをまあお医者さんは、まあ、当然のことをお勧めすると思うんですけど、本人当事者はですね、やっぱり手術嫌なんですね。やっぱりそれは嫌ですよね。人間メス入れるってやっぱそれなりの恐怖がありますし、僕も経験ありますけど、やっぱり怖いんですよね。何かあったらどうしようとか、あの痛いんちゃうかなとか、いろいろやっぱりそういう人間の恐怖ってあって、どうしてもやっぱり手術っていうところまでこう踏み込めないんですよね、普通の人は。でそれで僕のまあホームページとか、ブログとか動画を見て来られる方がおられるんですけど、やはりですね、手術は最低したくないと、したくない。で手術した時のそのリスク、怖いというのと、あと入院リハビリ、これでですね、やっぱお仕事のその期間がすごい、これで3ヶ月であったりとか半年であったりとか6ヶ月ね、半年空くとですね、やはりその分のそのお仕事ができないっていうことでですね、やっぱ不安を感じるわけじゃないですか。で、そういうことがあるから手術は最低限したくない。でもしびれが取りたいっていうことなんですね。僕これを勧めてます。で、これを勧めるっていうのもですね、最終的なんですけども、あのまずは、頸椎その言えば痛み、しびれが出ている状態ですね。どういう時にしびれが出て、どういう時にしんどいのか、でどういう時に、一番つらいのかとかいう、全部いろいろやっぱり、痛みの箇所で時間で動作ね、あとはあの日常生活の、ここら辺のポイントをですね、一個一個聞いていったら、一つ一つその動作をしている時のしびれが出ているところを解決していけばいいんですね。でこれ僕はですね、首ということなんで、首周りももちろんするんですけど、施術はしていくんですけども、やはりですね、胸郭、この肋骨の方も見ていきます。なぜならですね、首の骨が乗っかってるのはこの肋骨っていうところですね。そこがやっぱりポイントになってきます。で次、胸郭から次背骨に行って、背骨の次骨盤のその歪み、ねじれも見ていきます。でそれを改善してですね、改善して、一回二回来ていただいた後にこれを
まあ、来た時にでもそうなんですけど、これをかけていただくことによってですね、やはり施術した後ってですね、どうしても戻ろうとしてしまうんですね。今までの癖のものがあって、それを戻ろうとする時にですね、僕が施術で正していきます。正していくけども、やっぱり戻ったり、また正してって、この やり取りがあるわけなんですね、施術っていうのは。でもこれをお家でかけているとですね、その施術したところの状態に戻しやすいんですね。だから僕はこれをおすすめしてるんですけども、もしですね、あなたが、いわば施術とかも行く時間がない、むしろ行くお金ももったいない、お金がないとか、いろいろあると思います、絶対。でもですね、しびれとかを緩和、少しでも緩和したりとか、少しでも痛みを和らげたいとか、できたら今よりもひどくなりたくないとかであればですね、このスプレーを使うだけでですね、効果が間違いなく出ますので、ぜひですね、周りにおられたらですね、このしびれている方にですね、このスプレーをですね、プレゼントしていただけたらと思いますんで、またよかったら買ってください。はい、まあこれじゃなくてもいいんですけどね、あの他の炭酸スプレーでも炭酸水でも結構です。もしですね、よかったらそうやって困ってる人をですね、手助けしてほしいと思います。はい、まあこれで今日はですね、頚椎ヘルニアの手のしびれのお話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。